皆さんこんにちは、こよこなんです。今日はサクッとサウナに来ました。ちょっと初めてのところなんですけど、お部屋がね90分なので急いで入りたいと思います。見て、外がさ暑すぎて、今日38度とかで、すでにもうめっちゃ汗かいてぺったんこなんだけど、ちゃんとさっぱりしてシャワーも浴びたいと思います。サウナ今日スウェイっていうサウナに来ました。かわいいの、サウナ室が。じゃん、お着替えするところがあって、チェアがあって、ここにシャワーがあと、あ、引くな。はい、ちゃんと水風呂。うん、待てて、でっかい氷あってめっちゃ怖いじゃん。はい、水風呂があってサウナ室ですね。あ、めちゃめちゃちゃんと熱い。ゴム、なんかつくづく思う、本当に私急ぐの苦手なんだよね多分。はい、やばい、時間、サウナハットをね忘れちゃったの。はーい、なんかさ水着をさ急いでて家でパッて選んだらさ、明らかにこう撮影用みたいな水着になっちゃった。入ろうかね。距離が近いからめっちゃあったかい。しかもそこ上の方に座れるとこも、静かなんでね。せーの、あ、氷溶けてる。意外と声出さずにいけた。しっかり体を拭いてからチェアに座ってねっていうことなので、しっかり拭きますよ。なんかピントが、こういうのサウナ室の中もこのセラピー効果もある自然の音と音楽が流れてて、まあ、なんか好きな音楽に変えれるらしいんだけど、この内装もなんかちょっと洞窟っぽいというか、目に優しい色だしね全部で、ずっとアロマのいい香りがして、今までで一番癒される。ねじ込めないかな。
まあ、飛んでいこう。あだだだだだだ。あだだだだ。よいしょ。髪の毛結ぶの忘れた。よいしょ。よいしょ。あ、せーの。あ、うん。めっちゃ気持ちいい。物足りなさを感じる人もいるかもしれない。女性とか初心者に優しいですね。出るか。今日はちょっとゴロポ持ってきてない。うん、最高ですね。さっきジム行ってたの。ジムからも今日サーブでしょ。その後ちょっとしたマッサージに行くのでめちゃめちゃ痛めに尽くせりな日。もうどこよ。ちゃんと女性に優しくて、このお部屋の時間が終わってから女性専用のパウダールームが使えるので、なんだかんだのんびりはできるかな。あと30分ある。幸せ。いや、もう足をね伸ばせるんだけど、私体操座りこうやって座るのがすごい落ち着く人間なので。そう、今台湾にあと2週間後ぐらいで行くので、こうやってサウナ来たり、もう松葉とか眉毛とかジムを追い込みで行ったり、肌管理とかネイルとかいろいろ詰め込みすぎて、ちょっとだいぶゾタバタしてたので、こういうサウナに来るの癒される。なんかどっか旅行とかどっか長い出張的なものがあると、それまでにこうやっておかなくちゃいけないことが、やっておくべきことが多くて詰め込みすぎちゃうんだよね。マッサージとかもさ、リラックスできるはずなのに、なんかすごい詰め込んで大変みたいな。あ、早く行きたいな。何を撮ったか分かんないけど、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。なんか言わない方がいい説があるんだよね。でも言うとこう、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。